11月14日、本日の誕生日の兄弟たちよ、活躍せよ。うるさいですね。バカ。だんだん声が大きくなって、本来声が大きいんだけど、だんだんこう実況の時も噛みます。ドカン。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より願っております。おめでとう。ブーレ。ああ街が冷たくて座り始るけど幻想から逃れてる。なんでこんなこと歌ってんの。アイテムをぜマグマを救いに行きましょう。冒険を始めた初期の頃から。どうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日はですね、はい、冒険に出ようと思っております。はい、明日の予定がねしっかり機能いたしましたね。まあ普通の冒険じゃ面白くないんで、なんか縛りを設けてやろうとは思ってるんですけどね。まあその辺はまあ後ほどということでやってまいりましょう。今日の星びっくりした。何の顔も出ねえのかと思った。久しぶりの先生が登場でございます。サジウム R でございます。本日は本日はですね、何も持たずに、ダイヤをゲットする。簡単か。何も持たずに、そうだな、ネザーで帰ってくるってのはどう？うん、つまりだね、例えばなんだけれども、このネザーのとね、どこがいいだろうな。よいしょ。はい、久しぶりにちょっと上がってまいりました。この上ちょっと飛んでみようか。はい、見つけました。これ岩盤状のねを作るっていうのも大事なんだけれども、ちょっとここから出ましょう一旦ね。はい、先生のねコメントにもありましたけれども、ここのネザーゲートには戻ってこれません。でここに入ると、はい、ここに出てきますね。これ破壊しちゃいます。はい、このようにですね、破壊いたしました。そういたしましたら、おそらくこの段ボール、段ボールじゃねえ、粘土のね建築の近くのこの場所に、まあいるにはいるんだけれども、わかりました。じゃあね、この場所でアイテムを全部エンダーチェストの方に入れて、このエンダーチェストをもう捨てる覚悟で置いてって、ネザーからマグタウンに帰るまでをやりたいと思います。だから洞窟探検というよりはちょっと縛りを設けた、なんていうんですかね、M プレイ的なね。もちろんベッドも持たないよ。はい、今誰もいないのでそれができると思いますんでね、早速まあ夜になってまいりました。準備いたしましょう。おやすみ。はい、私何も持たない男となりました。それでは、ネザーを経由してマグタウンに帰りましょう。何も持っていない状態からスタートです。ってことでですね、まずはしっかり木を切って、まず物資を作るところから始めましょう。オッケー。なんと運悪く砂利ゾーン。はい、石を3つ取ったらすぐさま、はい、まずねかまどを早速作ります。さあ、どれぐらいの速度で私は歩を進めることができるのでしょうか。頑張ってやってまいりましょう。はい、もうここには用事ないね。この近くに洞窟っぽいの、しかし炭がない。あった。うん、そんなにいらん。あとね、鉄もいるんだけど、そうだな、どうすっかな。ブランチマイニングしよう。炭入れて鉄。リンゴが偶然にも降ってきた。なんて神がかってる。せっかくだから松明ちょっと作るか。オッケー。もうついでだ、ことのついでなんで、黒曜石作っていかないといけないっていうこともあるんでね、ネザーに行かないといけないっていうね縛りがあるってことは、黒曜石を作る方法としては一番、身近に考えられる方法としてはやはりマグマを固めるという、ことになってくると思います。
他にもですね、エンドポータルを見つけてみたいな話がありますけれども、エンドポータルを作るには結局ネザーに行ってですね、エンダーアイを作らなければいけないということで結局一緒なんだよね。ってことでちょっとこう下に、掘り進めながら、まあ、鉄を探しついでにですね、下の方にあるマグマ探したいと思います。地上の方にマグマがある可能性もありますけど、マグマの配置をもう黒曜石の配置にして、やってあげることですね。なので手間は手間なんですけれども、はい、ちょっとそこでやっていくしかないでしょ。お、つながった、鉄が見つかりましたね。おいで、もうここで作っちゃおうか。上に作ったけどここでやってる方が安全な気がするわ。はい、焼きます。おいで、マグマも発見いたしました。あのマグマまでの道をじゃあ作りましょうか。イヤホンに変な音が入るのよ。今ちょっと気になっていろいろ触ってたんだけど、結局まあな、原因が何かは全く分かんなかったんだけどね。もうゴールが見えちゃいましたゴール見えちゃったんだけど、もう焼けてるし、これはね、とりあえずあのバケツを一つ作りたかったのと、ハサミがね、あるといいかなと思って。っていうのも、もしかしてこれ上に上がってね、寝ないといけないなんてこともパターンとして考えられるので、そうなってくると、まあ、わりかし面倒だなっていうこともあったし、鉄もうちょっと欲しいな。しょうがない、こっちから行くか。あ、でももう松明ないからやめとくわね、ネザーゲートじゃあここに作ろうか。要するにここにネザーゲートをはめてあげればネザーに変えれますから、まあそのためにね、ちょっと一旦上がります。鉄も欲しいし、この途中の砂利でね、スコップ作って、まあ、あの木材取りに行こうだから、とりあえず木材取りに行く。でそしてここ上り下りがちょっと鬱陶しいんで、一個ずつ削って、であとで階段つけます。いやね、木を集めたいんだけど危険なんだよな。一旦これぐらいにしときます。何なんだろうな、変な音が混じるんだな。なんかウサギが歩いてるみたいな音がね、サクサクチャカ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 って、ね、いうのがね、なんか入るんですよ。あ、そうそう、どっちにしてもなんだけど、どうやらうちのね、この Windows PC 調子悪いらしくて、もう勘弁してくれよって感じでしょ。まだそんな立って、買ってそんな立ってねえんだけど、みたいな。なんだけど、なんかちょっと調子が悪いっていうことを診断を受けましてですね、この間ドスパラ行ってきたんですけど、ドスパラの兄ちゃんに言われたらもうそれ信じなきゃしょうがないんで、と思いながらも。オッケー、これでバケツが2つできましたんで、一旦、ここにですね、無限水源を作るために、水をね、2つ救いに行きましょう。オッケー、これ水救いに行くのが結構一番、しんどいかなと思ったけど、意外といけた。なけなしのリンゴいただきます。で、ここ3つ開けて、しっかり無限水源を作っておいて、マグマを救いに行きましょう。ここもせっかくだから階段つけてあげるか。まず、いっぱい救います。で、こうしますよね。で、こうするでしょ。まあ、こういうことだよね。こんな感じで、作ってきゃ、なんか昔どっかでやったな、キノコ島。キノコ島でなんか俺、ネザーゲート作るときにこんな感じで作ってたような気がするわ。帰る術がなかったんじゃない?その時。そうそうそう。術がなかったんだよね。どうしようもなかったんだよ。ほいで、キノコ島でなんかこんなことやってんの気がするな。一応タイム計測しておきますんで、まあ、どれぐらいでね、まあ、できるのかっていうところをですね、ぜひご覧いただきたいわけですよ。次はこうだね、まあ、こんな感じでね、ただ作っていくだけなんですごい簡単でしょ。本当はだから、あ、バケツもう一個作れるじゃん。回転率上げよう。
あっという間にこれで半分も感染しますからね。ほら、次は、つまり、はい、あそこに入れて、こうしてあげて上から入れれば OK だから。ちょろい、ちょろすぎる。これでいいのかマグニーさん、今日の縛りはこれでいいのか。でもネザー行って帰れるか分かんないよまだ。ほらね、可能性としてはまだ帰れない可能性がありますからね。あとお腹が空いちゃってやべえとかね全然お腹も空かねえし余裕なんだよな。縛りがちょっと甘かったか、これ。甘縛りでしたね、甘縛り。はい、もうほら、もう見えてきちゃってんじゃない、もうほとんど、これほとんどというかもう完全にもう見えてきちゃってんじゃない、これ。こうするだけだから、でこうしてこうしてこうして、あと1個か、マグマ。ほら、あと1個のもう完成しちゃうよ。ただね、火打ち石がないからね。鉄は1個あるから、火打ち石ありゃもうネザーいけちゃうんだよなマジでって、ちょろすぎない、ちょろすぎませんか先輩みたいなノリですよこれ。はい、完成。このようにですね、結構手軽に、しかも冒険を始めた初期の頃からこうやってネザーゲートっていうのを作ることができます。あとね、一つ作らなければならないのが、ね、ちょっと棒をね、こしらえまして、石のシャベルでも作りましてですね、入り口の方に砂利があったので、砂利をね、掘り返しに行きます。お、ようやくお腹が空いてきた。で、砂利から、火打ち石が出れば、もうゴールです。適当に砂利取って、一番早いのは、こうやってると、はい、もう OK です。はい、もう火打ち石できました。ってことは、降りてネザーに行けばいい。でもね、ゴールはあくまでマグタウンに行くことなので、ちゃんとネザーからマグタウンに帰れるかどうかっていうのは分からないでしょ。ね、よーし、火打ち石で、はい、こんな感じです。ネザーゲートできちゃいました。ちょろいね、今のね、この、石のシャベルとこの左手にですね、オフハンドにですね、この砂利を持ってですね、右こうやって右左クリック同時押しするとこうなるんで、いつか絶対火打ち石が手に入ります。ほら、はい、覚えておいてください。何個もいらないんだよ。だから砂利はそんな数いらないんだけど、今のやるだけで、結構集まるよというお話でございました。はい、それではね、いきますよ、ゴー。あらみんなゴールしちゃったよ。マグタウンまでの道も分かっちゃってるよこれ。うわー、ちょろいなー。あ、分かんないね、これ最後ガストにやられる可能性もあるからね。はい、その辺も含めてちょっと行きましょう。ゴー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 。ちょっとマジで一からサバイバルやりてーっていう気が本当にしてるんだよな。ハードコアでも始めるか。そうすればスッキリするかもしんないね。あーダメだー。お腹も全然間に合う。お腹も全然間に合うよー。あー、ちゃんとトロッコも入ってたー。はははははー。ちょろかったー。はははは。もうそくそくマグタウンでございます。あー。はい、というわけでですね、なんの危なげもなくですね、マグタウンに、帰ってきてしまいました。私でございます。誠に申し訳ございません。こんな結構簡単に進むとは思わなかったな。ダイヤ取るより簡単だね。ダイヤ取る方が俺簡単かなと思ってたんですよ。何にもない状況から。なんかね、今日はもうこれで終わりますけど、なんか皆さんリクエストください。何も持たずに挑む、なんかやつ。できる限り、できる範囲のやつでお願いしますね。というわけでですね、今日の本ネタはこんな感じで、終了でございます。ご視聴ありがとうございました。すいません。
お疲れ様でございました。本当リクエスト待ってますね。兄弟通信やってまいりましょう。 iPhone X 持ってます。いいえ 94%、 ハイが 5% もいるっていうのに私はびっくりいたしました。もうちょっと低いかなと思ったんですけどね。結構うちの兄弟の中にはね、おじさんとかいらっしゃいますんでね、そういう方々ではないかとは思いますが、僕らぐらいの世代の人結構いるんで、はい、そういう方じゃないかと思うんですけれども、ぜひ、私の元に持ってきていただいてですね、レビュー動画を撮ります。お誕生日おめでとうございます。 iPhone X 私も予約しました。ソフトバンクのネット予約27秒で完了なのにまだ手元にございませんってことで、手元に届いてることをお祈りしております。私もソフトバンクのネット予約やって、結局4時から開始で4時11分に終わってるので、27秒で完了した方が手に入らないってことは私はいつになるんだって話になってきますから、早く私の元に iPhone X 持ってきて、ホテル間取りのこの図面がですね、また更新されました。エレベーターとかが追加されておりましてですね、また細かくいろいろと追加していただいております。ありがとうございます。なんかこういうので見るといいね。僕が作ったもんじゃないみたいな感じがするわ。はい、本ネタ画像、見にくい本ネタでございます。いつもありがとう。それでは明日の予定でございますが、ちゃんと決めるからちょっと待って。検証動画をお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。それではご機嫌へ参りましょう。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日はねちょっと変な感じになってしまいましたね。俺ハードコアいけんじゃねみたいな風にちょっと思っちゃいましたね。ちょっと勘違いが生むちょっとね危ないことってのはあるかもしれませんけども、ハードコアをどうにかしてこの私の実況スタイルにね馴染ませていければいいなとも思いますけれども、まあとにかく1000回まで突っ走ってですね、その後ハードコアで始めてみるとか、いうことをね、考えていこうかなと思います。お願いいたします。それではマグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画の成功を祈願いたしまして、はい、アンマグラだーよーちゃ、明日しか言えねえ。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ、これにてスイッチや鉱石、任天堂ほな。